はい、こんにちは。こんにちは。まあここにある通り今日は、ついに紹介やっとできることになりました。富川直美プロ富雄ちゃんモデル発売されたので紹介していきたいと思います。でですね、まあ知名度あんまり高くないと思うんですよ。実際知ってる？知ってます。そんなには知らない。そうですね、名前と顔が分かる。分かる、一致する。はい、一致します。ちゃんと、はい、まああんまりこう動画とかもそんなに出てないかな。ただ成績はね、2019ステージ18岡山トップ8、2019ステージ2兵庫準優勝、2019ステージ1トップ8、2018年もトップ8が2回準優勝1回、準優勝2回してんだよ、ジャパンレディースで。すごいですね。スポンサーさん、ダーツハイブさんついてます。はい、複合アミューズメントバー J ホースさんついてます。知ってる方は知ってると思う。お勤めなのが、お勤めというか、ショップ店員やってるのがファンっていうダーツ、はい、ダーツバーがスポンサーついてます。でもう一つスポンサーついてます、ダーツショップ&カフェパンプイットさん、公式でついてます。あとターゲットとシェードがついてますね。はい、そうなんです。パンプイットさんが、うちが応援しているプレイヤーの一人、微力ながらですけど応援してますよ。でそんな富代ちゃんモデルが出たっていうことでも大喜び。で富代ちゃんの、まあ、シェイドさんのページとか見てる、ユニフォーム着てこうやってるのとかあるんだけど、ここにちゃんとうちのロゴが入ってますね。準優勝した時とか、あとイギリスでダーツやった時とかもここに入ってて、ありがとう。まあ活躍ね、これからもまだまだしてくれると思いますので頑張ってほしいです。富代ちゃんのバレルの商品紹介。プロダーツツアージャパン参戦中の富川直美選手モデル、トルピードタイプの扱いやすい形状、グリップエリアのデルタグループがスローを繊細にアシスト。フロント部分はデザイン性の高いグルーブに飛行機雲をイメージしたドット加工を組み合わせました。スペックデータ、材質タングステン 90%、 単体重量 17.0g、 全長 45mm、 最大径 6.8mm、 タイプ 2BA。まあ前回ね紹介したレベルリボーンシリーズですね、8400円のあのシリーズ、はい、見て感想どうですか、葵くん。はい、どうどんな感じ。おー、フロント部分にはデザイン性の高いグルーブに飛行機雲をイメージしたドット加工。あ、確かにこれピクセルカットじゃないんだね。グリップエリアのデルタグルーブっていうらしいよ、この加工が。あのさ、こういうすごい細かい細いカットじゃん、はい、山になってる部分が細いじゃん、はい、こういうのってこの値段でできるんだねっていう感じなんだよ。材質けちったりとかするとこんなの山潰れちゃうし、加工してる間に砕けちゃってロスばっかり出るし、8400円でやってくれちゃうっていうね、ターゲットさん素晴らしい。で全体的に 6.8mm で細めで、長さは 4.5mm 45mm 長め。どっちかっていうとストレートっぽい感じだけど、ケッツが細くてだんだん真ん中にかけて太くなって、先端に行くにつれて太くなってっていうのかな。グリップ感はしっかりかかるけど実際抜けるんだよね、うん、でそんなきついもんじゃない、うん、そんなに見た目よりはきつくない。持った瞬間あれガリッとするなと思うけど、そんなにきつくない。でこの横がさ、グリップ持った時にこの横がすごい回しやすいから、
グリップの収まり方がいいよね。そうですね、この横ずれしないバレルって、ここで持って、あ、ここじゃないっていう時にもう一回持ち直したり、こう一回離したりとかあるけど、あ、まあ違うと思ったらちょっと力抜いたり、ちょっと角度変えたらスルスルっと収まってくれるから収まりいい。投げてみるか。ストレートっぽい飛びをするんでしょうか。重さ 17g。 あ、ちなみにトミオちゃんうちの店に来たことあります。前々回ぐらいに紹介した吉羽さんと一緒にうちの店に遊びに来てくれて、函館観光をしました。丸。はい、早速セッティングして投げてみましょう。富男ちゃんダーツを投げます。葵くんがまず投げます。あ、俺でいいんですか。よし、それではお願いします。はい、2投目3投目すっげえいい飛びしてんだけど、めちゃくちゃ投げやすいです。これ吸い込まれてってる感じ、うん、ほう、まあ、全部ブルだもんね。え、飛びいいね、はい、と、そんな、あの、葵使ってるやつって、俺が好きみたいな感じのボコってしてるテーパーかかったグリップ、はい、だけどそれ、まあ、ストレートっぽいグリップじゃん、はい、その差は？いや、なんか、そのデルタグルーヴがちゃんとカットで押せる感じ？そうですね、なんていうんですかね、そんなにかかってる感じは本当ないんですよ。もう本当、あ、邪魔してるって感じも全然なくて、うん、違和感ないっていうか、かかってるのにかかってないみたいな。おう、そうですね。だから普通にあれ力加わってるのかなって思うんですけど、全然飛んでますしね。抜け感は邪魔しない。全然邪魔しない。邪魔しない。そのガリガリのカットは邪魔しない。全然邪魔しないです。持った感は滑ったりとかはない。ないですね。ちゃんとかすごいいいグリップなんだね。グリップというか形状、はい、飛びは思ったラインで飛ばせる、それとも自分のラインよりも下げたり上げたり。いや、もうそのまんまですね。そのままイメージしたまま。だ、最初どの感じで飛ぶのかなって、まあいつも通り投げるじゃないですか、うん、もうそのままなんですね。何も、ほう、ここが引っかかるから上行っちゃうなとかないですね。そのまま自分が思った通りに、自分がこう思い描いてるラインの通りに飛んでくれるっていうイメージです。で、その斜めに切ってる太さ、はい、でグルーピングしやすいと思うんだよな。あ、こっから見たらそうやって揃えた時に、そのドットドットこれです、ね、うん、なんかかっこいい。ああ、ドットと上がこうなんかすごいかっこよく見える。飛行機雲っぽい。はあ、あのね、親指に乗せた時間がコントロールできる。俺親指に乗せるんだよね。あ、はい、親指に乗せて投げるっていう感じなんだけど、親指に乗ってる時間をコントロールできる。おー、だから勝手に離れていくとかそういうのじゃなくて、親指に乗ってる、ちょっと長く乗せたいなと思ったらちゃんと離したい場所で離れてくれるけど、はい、この親指に乗せる時間をコントロールできるんだよね。ここでこうしたい、はい、ここまでこうしたいっていうのが親指にしっかり乗っかってくれる。だからしっかり乗っかってくれるけど引っかかったりとかしないし、
くっついたりとかしないから抜けも気持ちいい、抜け気持ちいいけどちゃんと乗っててくれる、動いてる中で乗っててくれるから、このグリップ好きだな。めっちゃ飛ぶね。はい。あ、これいいわ。いいっすよね。気持ちいい。はい。じゃあ葵がこれで、じゃあこれでカウントアップ。はい。はい。やりましょう。葵くんが、はい、カウントアップを、さあ皆さん予想してください。何点出るか。初めて投げる富代ちゃんダーツで。葵がカウントアップ何点出るか乞うご期待です。よし、じゃあいきます。ナイストーン。まずは1ラウンド目トーン106点、1投目外しました。2投目3投目修正してきて、さあ葵の右手にはヘアゴム、そして左手にはインフィニティバランス。さあ2投目も外していく。3投目カバーしてきた。しっかり飛んでるから抜けてないんだね。抜けないんだね。さあ前半戦の3ラウンド目、1投目がインブル、2投目、さあハット来るか。ハット来たー、ナイスハット。さあしっかりハット決めてきました。2ラウンド目のワンブルをカバーする、いいハットがここで出ました。さあここで続くことができるのか。1投目はブルー、2投目大外し、力入りました。意識しているのか。青いどうした。ここで痛恨のワンブルー69点。さあここが折り返し5ラウンド目、1投目から外していく。1投目インナー、3投目外すワンブル、連続ワンブル。慣れないダーツに戸惑っているのか。さあ最後残り2ラウンド、ここは見せておきたい。グルーピングはしているがなかなかコントロールできていない。ブルーわずかワンビットずれ、インナー決めてきた。これは見事カバーしました。ワンブル4連続。まあでもカバーはできてるってことはコントロールはできるんだよね。1投目の多分感覚が自分のと違ってるから自然に触れてなく、ん？触れなくなってきたのかな多分。さあ最後はしっかりとハットで終わることができるのか。外す外す、あ、ちょっと待って、抜かないで。見事にワンビットズレで外しました。708点あんま見ないで、ボンのボン、兵のボンです。
まあ考えながら投げたとは思うんだ。あれあれって感じだから最初の1ラウンド目2ラウンド目3ラウンド目ぐらいが死闘マジック的な感じだよ。あいいいいいい、はい、で自分のダーツと当てはめて慣れてきた感覚で投げてくるとあちょっと違うあちょっと違うっていうので、だけどカバーはできる、それは技術、うん、3投目は入れることはできてる。まあまあでもいいんじゃない、初めて投げたダーツにしたらブルー毎ラウンド外し、まあ、入れてたし、はい、主張しましたね。どうでしたか、いいダーツ、どうでした、いいダーツ、いいダーツ、俺はねいいダーツだなと思うよ、投げやすいよ、はい、飛んでくれるし、だから本当なんだろう、ダーツ今何使おうかなっていう人迷ってるんだったらこれ使ってみれば一回安いし、はい、飛ぶよ飛びますコントロールしやすいよ、うん、何の癖もない、何の癖もないしピュンって飛んでくから変にこれ使ってみたいな、でも高いんだよな、失敗したら嫌だなと思ってんだったら、それでも上手くなりたいと思ってるんだったらこれ使ってみる、もう上手くなる。ダーツの感じとしてはまあ普通のトルピード、普通のトルピードなんだけど、どっちかっていうとちょっとストレート気味な飛びはするね。ストレート気味、トルピードなんだけどストレート気味な飛びはする。でこの前の方のピクセルカットじゃないや、デンジャラスグループ、あ違うなんだっけデンジャラスグループじゃなくてなんだっけこれデンジャラスグループじゃなくて、ドット加工、ドット加工は何の邪魔もしないし抜けもいいし、前持つ人でも いけると思うし、まあこのグリップゾーン広いからちょっと前目も、まあグリップゾーンの前目持ったり後ろ持ったり真ん中持ったりでもできるし、まあいろんなグリップに対応できていろんな振りの人にも対応する万能なダーツだと思いますので、ぜひ今後富雄ちゃんの試合とかを検索してみて、ファンになった人はぜひ買ってあげてください、買ってみてください。ターゲットレベルリボンシリーズコントレイル富川直美プロモデル富代ちゃんモデル紹介しました、指導しました。パンプイットが応援してる選手で一番活躍してる選手なので今後も頑張っていただきたいと思います。それではこちらの映像でお別れしたいと思います。それでは最後まで見てください。超高速で拍手ハンドクラップですねを今からやっていきます。できるかな、よーいドン。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。おすすめ動画はこちらになってます。見てね。いいんじゃない？